座松市就活安心支援講座みんなで就活。自分と家族が安心して暮らすために前編。皆様こんにちは。集団相続支援協会の吉本と申します。本日は就活安心支援講座を本動画にて皆様にお送りをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 船松市就活安心支援講座この動画は前編ですまず私の自己紹介ですけれども私は就活カウンセラーの吉本龍太郎と申します普段は就活カウンセラーおよび遺品整理士として働いておりますよろしくお願いしますまずこの動画の流れについてご説明をいたします この動画は前編と後編に分かれておりまして前編では人生会議とは就活とはエンディングノートとはについてご説明をさせていただきますまた後編では実際に皆様にエンディングノートを書いていただくそのサポートをさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします本動画では前編この3つの項目についてご説明をさせていただきます まずはじめに人生会議とはについてご説明をいたします。皆様人生会議という言葉を聞かれたことはございますでしょうか人生会議とは自分のエンディングを考える際に自分の大切にしていることや望みどのような医療やケアを望んでいるかについて自ら考えまた信頼する人たちと話し合うことを言います。下松市では 人生会議は本人と家族の安心につながる大切な取り組みであること、また、その話し合いのきっかけとなるように、私と家族の安心ノート、こちらエンディングノートでございますけれども、そちらを作成しております。また、エンディングノートの書き方を支援するため、就活安心支援講座、こちらの講座を開講いたしております。先ほど人生会議についてお話をいたしましたが、 人生会議なかなか聞いたことがある方は多くないんじゃないかなと思っていますけれども人生会議をするその手段としてぜひ就活のご活用いただければと思っております就活という言葉皆様よくご存知でいらっしゃるのではないでしょうか就活一般的には終わりの活動というようなマイナスのイメージがついている言葉かと思いますこの言葉ができたのは2010年頃ですけれども 2010年頃では割とこういったマイナスのイメージがこの言葉にはついておりました。しかし約10年たち意味は少しずつ変わってきております。就活とは人生の終焉を考えることを通じて自分を見つめ直し今未来をよりよく自分らしく生きる活動のことを言います。こちらが少し長いので短くしますと就活何のためにするのか 就活は、今、未来をよりよく自分らしく生きるためにする活動のことを言います。就活といえば、どんなことがあるかと思いますか。例えば一例として、相続のことがございます。例えば、この不動産どうしよう、こちらのものどう誰に使ってほしいんだろう、そういったことを考えるのが、まさに就活の一つかと存じます。しかしながら、就活という言葉を知っている方々は多くいらっしゃるのですが、 やったことがある方、非常に少ないのが現状です。これはなぜでしょうか就活という言葉は非常に有名なんですけれども、実はその裏にはいろいろな言葉が含まれています。例えば、もの、生前整理、そういったことがございます。あるいは、先ほどのとおり、相続、あるいは自身の葬儀、介護、あと家族、友人、趣味、勉強、 とと言言っったたようううに、に就活といいい葉だけははは有名ななのですす。が、が実裏こ含ままれていますそのため皆様就活やってみたいんだけれども決めなきゃいけないことが多すぎて結局何から始めればいいんですかというところで止まってしまいなかなか前に進めないというのが多くある現状でございますそこで皆様にご活用いただきたいのがエンディングノートでございます そもそもエンディングノートとはどういったものかといいますとそのようなさまざまある就活を一つ一つ整理することができる便利な道具なんですね。また就活なかなか一歩が踏み出せないかと思いますけれどもその就活に一歩踏み出すきっかけになるのがこちらのエンディングノートです。なぜ今未来をよりよく自分らしく生きるためにエンディングノートを使った方がいいのか。 なぜ就活をするのにエンディングノートが有効なのかそれは今申し上げた通り就活本当にたくさんの事柄がございますけれどもエンディングノートではいろんなページがございますのでそれを一つ一つ整理することができますまたなかなか就活一歩が踏み出せないそういった方でもまずその就活にとってのきっかけ作りをすることができるんですもう一つ理由がございます。それは 就活エンディングノートは脳を元気にする効果があるということなんです。皆様にご質問させていただきたいんですが、梅干し、こちらございますが、私は親戚が県外におりまして、定期的に梅干しを送ってきてくれます。この左上の梅干しというよりは、右下のしそのような梅干しを送ってきてくれるんですね。ここで皆様にご想像していただきたいんですけれども、 この梅干しを箸でパカッと割ると梅肉がじゅわっとできてすごい酸っぱいそういった梅干しですけれどもその時の想像をしていらっしゃる皆様の口の中今唾液が出ていませんかこれは日本人がかつて日本人はよく梅干しを食べて、まあ、昔から酸っぱいという記憶がもともと記憶として蓄積されているので梅干しの写真を見るだけでよだれが出るという仕組みになっているんです。 つまり何が言いたいかというと脳は過去の記憶を呼び起こして当時のその状態に戻ろうとするホルモンを分泌するんですね何が言いたいかというとエンディングノート皆様に書いていただく際にページによっては過去のことを思い出しながら書くページがございますその過去のことを思い出しながら書くと内容によっては旅行の思い出あるいは好きなレコード CD の思い出 あるいは違うところ誰かと遊びに行った思い出というのが蘇ってまいります。その過去のことを思い出すこと自体が脳にとっては非常にいい効果があるということなんですね。もちろん細かい内容については思い出すのがなかなか難しいというケースもあるかと思います。ですがご安心ください。そういったページについては思い出そうとする行為自体に非常に意味がございます。なかなか難しいかもしれませんが、まずはチャレンジをぜひしてみていただければと思います。 こちらまとめですけれどもなぜ今未来をよりよく自分らしく生きるためにエンディングノートを使った方がいいのか1つ目の理由は就活本当にたくさんの事柄がありますけれどもそれを整理することができまたなかなか一歩が踏み出せない就活エンディングノートを使うことによってその一歩を踏み出すことができますまた脳を元気にするそういった効果がございます 以上、いかがだったでしょうか。皆様就活の第一歩をぜひこのエンディングノートでチャレンジしてみていただければと思います。ご静聴ありがとうございました。